県武年中行事は、五代醐天皇が表した、夕食古日書。前三巻、県武元年成立とされるが、天皇が吉野へ逃れた、延々二年成立説もある。金年中行事、和寺年中行事、金利西洋など多くの異名がある。五代醐天皇が、立大使以来20年余りの宮中生活の中で、経験した多くの宮中における、 長儀、くじの内容、作法について記したもので、兼務の申請の開始に伴い、長儀の再高を意図して書かれたと考えられている。正月の司法杯から年末の追な、節折までの宮中行事が月ごとに和文で記述されている。天皇独自の行事などに関する記述もあり、南朝と敵対した北朝においても尊重されるなど、後世に大きな影響を与えた。 お花園天皇はこれを書写して、注釈をつけ、廃れていた行事をこの書に習って復興するよう、息子の後土御門天皇に勧めた。後自身も、ご水農院年中行事を表した、ご水農天皇も、同将、淳徳天皇の金比将と並ぶ法典とし、後世まで残る鏡だと称賛した。和田秀松の仲介で、剣務年中行事がある。ありがとうございます。